電気燃料、特に石炭、それからシェールガスですね、それから石油、シェールオイル、まあ、こういった化石燃料に対していろいろ強い、まあ、その政治的な必要性というんでしょうか、それぞれ選挙区がある部分で大変力を入れて、でこれによってエネルギードミナンス、エネルギー支配を目論んでいるということですね。それでいずれももうすでにガスは輸出国になり、石油もいずれ輸出国になると言っていますので、あの IA 国際エネルギー機関、私がエネルギーあの事務局長をやっていたところですけども、彼らもアメリカはアンディスピューティッドリーダーになると、石油とガスにおいてですねと言っているんですね。ですから化石燃料によって圧倒的な力を得ようとするアメリカがあります。じゃあそのこれから中国がどうなっていくかっていうと、国内の経済成長に合わせてやはり石油もガスも輸入していかなくちゃいけないので、輸入依存度は両方とも上がるはずなんですよね。そうしていきますと輸入依存が高まるんです。石油は 60% が 80% になりますね。ガスは 30% がおそらく 50% 近くまでいるんだろうと思って、そうなると非常にその脆弱な体質になってしまう。そうするともう一本軸を立てることによって中国が変わってくるかもしれないと思うんですね。それは再生エネルギーの軸で、再生エネルギーは国内の資源ですから、それをうまくそのエネルギーとして使えば、その化石燃料による輸入依存をそのコンペンセートする、補正することができるというふうに中国が考えたとしても不思議はないんですね。IA の11月に出た世界エネルギー見通しで、IA は4つの大きな革命があると言い始めたんですね。でその4つはですね、1つがそのアメリカのシェールオイル、シェールガスの革命ですね。2番目が、ソーラー、その太陽光発電、ソーラーフォトボルテイクが多くの国において最も安い電源になるだろうと、新しいその発電所を建てる場合にですね、と言ったんですね。これも僕はびっくりしまして、今まで太陽光発電って非常に値段が高い、日本も大変高いフィードインタリフをやってきたんですけれども、値段は確かに大きく下がってきているんですけども、それが最も安い電源になると IA が言い切ったのは初めてなんですね。それから3番目の革命が中国のグリーン革命なんですよ。で中国がその石炭をできるだけ石がガスで代替する、それから再生エネルギーや原子力、その脱カーボン、脱炭素のエネルギー源を大量に使おうとして、それによって大気汚染を少しでも減らしていきたい、これが強い中国の意思ですね。それと同時にやっぱりその国内資源でエネルギー安全保障を強めたいと思っているはずなんですね。ですから4番目が、ね、電化革命なんですね。これからのエネルギーって燃やしていく、その内燃機関型のとか、そのヒートアップ、あの熱にしても熱源にしても燃やすのではなくて、むしろ一旦きれいな電力にして電力で供給する、これが増えていくだろうというのが IA の見通しで、確かに今電気自動車がどんどん、再生エネルギーが安くなってますから、電気自動車によってそのバッテリーを使って貯蔵するとか、それからデジタリゼーションにしても AI にしても電気の世界ですので、これが強くなっていく、この革命が起こる、この4つの革命のうち3つは実は中国と起こってるわけですね。ソーラーにしても中国のグリーン革命、それから電化革命、こういったものを中国が主導して世界のエネルギーマーケット、エネルギーの世界を変えてしまうのではないかと、それが全ての国の安全保障に関係してきますよというふうに IA は警報を鳴らしているわけですね。したがってその中国はそうやって進めていくことが、逆にそのソーラーの世界、脱カーボンの世界では大変きれいなエネルギー源を使って電気自動車を走らせ、もちろん大気汚染を減らしていくという目的、それから二酸化炭素、地球環境問題に貢献していくという目的以外にも、そういう電気自動車をまた今後将来輸出するんでしょう。それから AI にしても、それ、デジタリゼーションの世界、新しいそういうものを使ったサービスにしても、中国が強力な産業政策として実現していく可能性があるわけですね。ですからそれをこう、そういう大きな中国の挑戦に対してアメリカはそのむしろ過去の石炭、ガス、石油で対応しようとしている。じゃあ日本
安全保障、それから脱炭素の流れの方向を日本がどういうふうに考えていくのか、それを問われている。